どうもこんばんは、エネムです。今回は超人 X 第6話ファーストアポスタシーの考察をしていきます。以前煙の超人チャンドラヒュームに関しての考察動画を投稿していましたよね。そこでチャンドラヒュームのチャンドラはインド神話の月の神、ヒュームは粉塵を意味していると解説していました。今回の超人 X 第6話で完全獣化した白蛇の超人ナリ、チャンドラヒュームがインド神話に登場する月の神様なので、仮にナリをインド神話に登場する蛇神ナーガとしましょう。ちなみにナーガは男性名で女性名はナーギです。こっちの方がナリに近いですよね。するとハゲワシに変身できるトキオはインド神話に出てくるガルーダになります。ガルーダはインド神話に登場するカンドリであり、単にワシの姿で描かれたり、人間の胴にワシの頭部、翼、爪を持った超人の姿で描かれる場合が多いです。そして重要なのがインド神話でガルーダとナーガは敵対関係にあるということですね。つまり超人 X ではインド神話のカンドリ、ガルーダであるトキオと同じくインド神話の蛇神ナーガであるナリは敵対しているということですね。ちなみにガルーダはナーガと永遠に相入れぬ敵対関係にあるため、トキオとナリが仲を深める展開は今後可能性として低そうです。その証拠に超人 X 第4話でトキオが動物園に行った時初めてナリのことを見つけて、俺には一生縁のないタイプの子だと言っていました。ガルーダはナーガを食料にしていて、ナーガを退治する成長として崇拝されていました。インドではハゲワシなどの猛禽類が蛇を捕食すると考えられていたからなんですね。なので次回の超人 X 第7話ではトキオが完全獣化した後戦闘を行い、インド神話通りならナリを捕食してしまうかもしれません。そして完全獣化したトキオの姿はガルーダに近いデザインが採用されている可能性も考えられます。そして第4話よりトキオの T シャツに見え始めた11の数字、第5話の考察でエンジェルナンバー11の解説をしましたが、今回はタロットナンバー11を見ていきましょう。11はタロットカードで正義を意味しており、正位置で公平、公正、英断、決断、逆位置で不公平、不正、優柔不断、自信喪失を意味しています。今回のラストシーン、トキオの完全獣化では T シャツに描かれた数字は正位置を意味しています。エリーには逃げろと言われましたが、トキオは白蛇の超人ナリと同じく完全獣化することを決意しました。エリーに助けてもらうばかりのトキオ、自分にできることは何か考えた時、エリーを救うには自分も完全獣化するしかないと考えたのでしょう。これはタロット11の正位置、公平や決断に当てはまっていると言えますね。はい、ということで今回は超人 X 第6話ファーストアポスタシーの考察でした。いやー、今回もやっぱり神話関係ぶっ込んできたなという感じで、もうワクワクしてますね。僕は東京グルの時も散々神話関係の伏線や小ネタありましたからね。そして第6話で解禁された完全獣化ですよ。必殺技というか切り札というか、使うと頭がバカになったり理性が吹っ飛ぶみたいなんで、最後の手段みたいな感じですかね。もう第7話がマジで楽しみです。皆さんの感想もぜひコメント欄で教えてください。ではまた。